はい、どうもカズさんでございます。ドラゴンクエストビルダーズ戦闘会でございます。エールからね、戦闘を頼まれちゃったんでね、ちょっと鉄の斧を作ってきたんだよ。鉄の斧をね、ほらほら、あるでしょ、ほらちょっと強そう。というわけで戦闘行きたいと思います。竜王軍バトルだな。うわ、寝ちゃった。寝ちゃったよ。まあ、一人起きたからええけどさ。ハプニング !It's my happening! はい。ありがとう、良くなったぞ。で、ヘイザ。よかった、どうやら死なずに済んだみたいだな。病室の他の患者たちは全身が土系色、いや、わからん。目は血走り、その上、幻覚まで見て、一日中うめき続けて、私もああなるもんだと思っていたよ。あの患者たち、何かやばそうだ。せいぜい気をつけて看病するんだね。了解した。それにしてもだ、君たちには病気に立ち向かう知識と勇気があるんだね。素晴らしいよ。ぜひ私もこの子の仲間に入れてほしい。だってさ、私にはわずかばかりだが、金属の加工に関する知識があってね、武器防具関連と、あれだな、うん、武器防具関連の中人たちがどんどん病から、もう解放されて、はーってなっとるんやな。ちょっと意味がわからんけどな。君たちの生活に役立ててくれたら嬉しく思うぞ。了解。さあ、これは俺だ。大切に耳の中に入れておいた宝物さ。はい、耳の中に命の切れ目入ってたみたいです。というわけで、今回本ちゃん行こうか。L の依頼。竜王軍バトル。行きましょう。おお、カズマ様、このような時に何ということでしょう。またしてもこの町にヘルコントルの軍勢が迫っているようなのです。ヘルゴンドルはこの地に見え隠れしているほんのわずかな希望の光すら邪魔なのでしょう。病を振りまくだけでなく、私たちの町すら破壊しようとするなんて。なんと、なんと、なんと憎らしい。さあ、カズナ様、魔物との準備の戦いの準備はよろしいですか。了解、共に参りましょう。カズワン様、患者様はまだ病の床におられます。私もまだ諦めたくありません。了解。任せろ。俺に任せろ。ただ俺より強いよ。お前たちはどうすればいいんだ。キューってヘルコンドルっていうラインだ。お、いた。多分こっちだ。人面獣、強い。ちょっと待って。鉄の杖。鉄の杖ぞ、これ。はい、メダパにダンス。人面獣軍団が襲いかかってきたから、痛い。いや、こいつらの攻撃力も半端ねえぞ。よっ、回転切り。お、回転切り30くらい。つえー、回転切り。マジか。魔物の軍団倒したぞ。傷薬よー。飲んでおこう。ちょっと、誰か石飛ばしてるぞ。ダメージ10入るか。痛いです。旅人の服やったっけ。旅人の服はちょっときついな、これ。痛え。ミスった。普通にミスった。ちょっとどこ行った。お前何やってんだよ。危ねえ。お前1対1なら負けねえぞ。あ、危ない。痛いです。オッケー。隊長現れたぞ。あ、命の木の見つかるようだった。ミスったー。ん？お、お前は、何やつ？ちょ、やめて。それやめて。ふっ。さあ、お前が隊長というわけかー。ちょ、どこ行くんや、お前。はい。お前倒されそう。お前倒されそうやぞ。倒される前にこいつを倒してしまいなさい。やばい。あ、回復した。回復した？やべえ、やめてくれー。おぉ、危ねえ。こいつ倒されることがやった。はぁ。あれ、倒されてんやけど、元老は。元老は倒れてますけど、大丈夫。これ倒れたらどうなるんやろ。誰だ。誰がここに希望を振りまいている。お。あ、元老は生き返った。あ、よかった。これ死んでもどうにもならんのやな。よかった。じゃ命の剣を食っときまーす。あ、よっ。なんかみんなが、こう、あ、動き始めた。ん？何やったんや。ちょっとようわからんな。ははっ。まあ、いっか。え、こっからどうすりゃいいの。え、なんか落ちてるんかな。なんか落ちてるんかなーって言っ
っても何も落ちてないしな。まあいいか。まあいいかっていうのはあれじゃないんだけど。一晩寝たらなんか変わるかな。誰も依頼を持ってね。ってなると、あいつらが治るか治らないかってところか。三人やもんな。一回寝てみましょう。おー、酔っ払っとった。キャーだってさ、襲われたやつ、誰か。耳をつんざく悲鳴が街に響き渡った。ほう。これ街の中、夢の世界。で、あんな叫び声をする人なんておったっけ？街のどっかで何か起きているようだ。あ、元老がそこにいるやろ？ん？なんか依頼がある。ん？街のどこかで、何やらかんやら、だってさ。ほとんど寝てねえのな。大声、気持ち悪い、だって。まあ、依頼がある。が、まあ、話してみるか。ああ、カズワン様、患者様の様子が。一緒に元老様をお連れしましょう。早く患者様を見てもらわなくては。カズワン様、私と共に元老様のところに行ってください。いや、はい、いえって言われたら、はい、しかねえよな。はい、元老のとこ連れてきたぞ。うむ、やはり患者たちに何か起こっているようじゃな。カズワン、そしてエリオ、患者を見る前に心得て おいてほしいことがある。もしも患者たちに異変があれば、自分の身を守ることだけ考えるのじゃぞ。って言われてもな、元老様、それはどういうことです？何か心当たりでも？話を後にしよう。一刻も早く患者の元に行かねばならん。さあ、共に患者の元に向かおうぞ、カズワンよ。準備はよろきか、よいか？は？あ、そういうことか。あ、話す？おう。エディ様、私がわかりますか？エルです。どうか、どうか。エル。はい、私です。エディ様、しっかりしてください。エル、レル、レル。ちょっと待って。レル、レル、レル、って、ちょっとバグっちゃったね。いかん、これはもう、やっぱりモンスターに変わるんじゃねえかよー。やっぱそんなことあると思ったわー。ちょっと待って。こいつを倒す。こいつを倒す。エディ様だろと、こいつを倒す。ちょっと、俺は襲われてもいいんだ。オッケー。やっぱりそういう悲しいことになるんか。わー、もう一人話すよ、これ。多分変わるやろ、これ。あはは、カズワン様じゃないですか。それにエルさん、ゲロワンさんも、あはは。ケン様、ケン様、大丈夫ですか？何があったのです？ウルス様の言っていた通りでした。疑った僕が間違ってたんです。僕は死を乗り越えられた。こうして生を超越できたんです。まずい、下がっておれる。ウヒヒヒヒ、ウヒヒヒ、ウゴゴゴゴゴ、またバグっちゃったよ。はい、また、腐った死体ね。危ない。危ないよ。全然こっちのこれ、あ、壊しちゃった。壊しちゃった、壊しちゃった。壊しちゃったー。まずい。あいつがやられる。元老がやられちまうぞ。とりあえずもう一個設置して。必要な場所がありませんって。ちょっと、あなた邪魔です。もういいや、今ええや。ちょっと命の木の実食べておいて、もう一人多分これ変わるやろうから。よし。イルマ様、どうされたのです？どこが苦しいのです？一体何が？虫が頭に入ってくる。ヒヒー。イルマ様、イルマ様、イルマ様。俺のテンションがおかしくなってきたな、これ。気持ちいい。かゆい、かゆい、気持ちいい、かゆい。うひ、うへ。エル、もうダメじゃ。諦めしかない。嫌です、嫌です、嫌ーっていうエールの姫ね。変わっちゃったね。変わったのでちょっとバトルしようか。ちょっとお前あんまりそこ行ってほしくないんだよな。いいよ、ほら、いっぱい壊すことになるからさ。もういいや、俺はダメージ受けてもいいや。倒す、倒す、倒したい。オッケー。まあ、L の依頼は達成したけどもさ、あのさ、いろいろ破壊してくれちゃってさ、まさか街中でバトルになるとは思わんかったな。はい、こ
これでいいんじゃない。大きな病室になったと話すしかないな。ああ、ああ、カズワン様、患者様が、患者様が、一体どうしてこのような、どうしてどうして、おお神よ、どうかどうか、哀れな患者様を救いたまえ。ゲホ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 、バタみたいな感じかな。いやー、とんでもない展開になってきたな、こりゃ。その夜、町の人々はただならぬ不安と恐れの中で眠りについた。暗く沈んだ静かな夜の闇の中に、エルのすすり泣く声だけがいつまでも響いていた。そして、夜が明けた。夜は明けたけどさ。いや、悲しいなー、これ。患者様が腐った死体になっちゃったんだよね。はい。一応起きたけども、エルが。ああ、カズワン様。私としたことが皆様の前で取り乱してしまって申し訳ありませんでした。病気に立ち向かう者として、どのような時も冷静でいなければいけませんのに。病室を少し片付けて、亡くなった患者様を弔って、カズワン様、時が来たらまた患者様をお連れくださいね。わかったよ。いや、悲しいな、本当に今のは。まさか、病人がモンスターに変わってそれを打って出なければならないとは。うん、俺も気を取り直して依頼に励むとしましょうか。よし、行こう。みのりね、カズワン様、カズワンさん、この町の方々は本当にいい人ばかりですね。私はケイシーさんにザッコさん、それにノリンさんからある相談を受けたんです。病と戦うカズワンさんの代わりにヘルコンドルを倒す武器を開発したいと。今絶対息継ぎするとこ間違ったよな、今俺絶対。相談を受けてから町のみんなと一緒にいろんな武器のアイディアを考えてみました。ヘルコンドルは空飛ぶ鳥です。普通の攻撃はまず当たらないでしょう。そこでどうするか、私たちはリリパッドが持つ武器を見て思いついたんです。さあ、町のみんなで考えた武器作りのアイディアをお伝えします。弓ができるようになるんか、ここで。カズワンさん、あとはどうか私たちのアイディアを形にしてください。じゃあ思いついてやろうじゃないか。タラタタッタタン、大弓を作ってくださーい。だって、ほうほうほう、大弓か。大弓ってなんか使いすぎやな。ただ固定砲台的な感じなのかな。よし、じゃあ作ってみよう。大弓、まさか大弓ってここで作るんじゃねえよな。仕立て台の、ま、作業台。いや、いや、それ、そんなまさかな。作業台。木の作業台しかないから。フローリング。あったあったあった、今。家具になるんや、大弓って。紐が足りません。紐作ろう。中間素材だな、紐。よし、じゃあ1個作って。1個というか10個か。10個になるんか。で、大弓を作るぞ。錆びた金属取っといてよかった。また取りに行かねえあかんとこやったな。でもこれ一回取りに行かなあかんよな。一回。さあ、大弓ができたので、ノリンに跳ね、ノリン。すごい、ヘレコントロールに対抗するための大弓完成させてくれたんですね。うん。これなら、空中のヘレコントロールにも攻撃を当てることができるようです。できそうですか。カズワンさん、私はこの町に来たばかりで詳しいことは知りません。ただ、あの元老和さんの言う、病と戦うことがいいとか悪いとか、病の原因がああだとかこうだとかそうだとか、はっきり言っていろいろこじらせてるおじいちゃんのぼやきにしか聞こえません。これまでどうあれヘルコンドルが元々の病を振りまいたのは事実のはずだし、ヘルコンドルを倒せば空の闇が晴れるのもきっと間違いないはずなんです。カズマさん、この地に病、病苦を振りまくヘルモンドルと直接戦う時は必ず来ます。その時のための準備もそろそろ一緒に進めていきましょうね。それはもちろんさ、あいつを倒したにはこのリムルダール編は終わらねえからな。そうですね。今作ったお弓でなんちゃらかんちゃらー。飛ばしちゃった。あ、俺飛ばしちゃった。大弓はとりあえずしまっとこうかな。しまっときましょう。とりあえずね。釣り竿いらない。紐もいらない。よし、オッケー。まだいけるか？いや、今回ここまでに置かっとこうかな。元老はが一応持ってるんで、今回はここまでにして。
結構戦闘回だな。戦闘回というか物語的に進行があった回だな。うん。結構楽しみになってきましたな。というわけで、今回はここまでしたいと思います。ありがとうございました。